ここから先は軍事エリアで関係者以外立ち入り禁止だ。待て、あなたは、え、セイバルさんですか？お久しぶりです。いや、フランツじゃない、久しぶり。どうしてまだ入り口の見張りをしてるの？それは答えられないですよ。セイバルさんは相変わらず鋭いですね。こんな遅くにどうしてこちらに？後ろの方たちは？弟から禁区のエネルギーパイプが故障して結構深刻だと聞いたんだ。下請けの修理者は信用できないらしくて、私がただ働きに来たわけ。この人たちは私の助手で、ここにある設備を全部点検するつもりなんだ。パイプに問題があるとは聞いていませんが。これは技術部門の問題だ。門の守衛が知ってどうする。ほら、早く中に入れて。深夜に暖房供給に問題が起きて人が凍死したら責任が取れるの？いえ、取れません。ジェパード自衛官のお姉さんなら問題ないよな。わかりました。これは臨時の訪問証です。なくさないように、出るときに返すのを忘れないでください。ありがとう、フランツ。機会があれば弟に昇進させるよう口添えしておくよ。やめてください。ジェパード長官はそういうコネが大嫌いなので、俺のことは何も言わないでください。それが一番助かります。真ん中にあるあの機械の桟橋が見える？桟橋を抜けた向こうがこの世の地獄だ。そうだね、おそらく雪や氷に覆われて寒くて耐えられないような場所じゃない？研究職だったからそんなことを考える暇はなかったよ。あの桟橋の向こうにあるのが禁区の前線。そこには果てが見えない列海、疲弊したシルバーメインたち、死の匂いが漂う空気がある。さらに北部に向かいたいのなら、あの地獄を抜ける必要がある。覚悟はいい？そうだよ、今さら引けないよ。じゃあ行こう。まずは橋を渡る方法を探さないと。私はこのタイプの桟橋の基礎ロジック作成に参加したことがある。複数の端末を組み合わせて制御してるはず。探してみよう。ダメ、この端末はオフラインだ。ここからでは操作できない。じゃあどうすればいいのよ？他のを探してみよう。桟橋を結びつける各プラットフォームに似たような端末があるはず。ダメ、起動できない。端末へのエネルギー源が誰かに遮断されているみたい。よく考えてみたんだけど、確かにその可能性はある。前線の警戒期間中は桟橋を渡れないように動かして、そして後方では端末のエネルギーを切り、誤操作もしくは兵士が逃げるのを防ぐ。そうすれば前線が突破されても列海のモンスターは桟橋を通って後方に侵入することはできない。ブローニャが言っていたのは本当だったのね。確かにシルバーメインはベロブログを守るために命を懸けている。ただの憶測だよ。でも十中八九そうだと思う。弟は言ってた。列海のモンスターに対抗するためには極端な手段を選ばざるを得なかったと。前に進もう。2つの端末がどちらも起動できないのなら、元になっているエネルギー装置を見つけないと。あれだ、大きな鉄のボールみたいな、あれ。門を挟んだ向こう側だなんて、めんどくさ。あれの正式名称は機関エネルギー中枢だよ。
これだけ多くのパイプがつながっているとなると、シルバーメインのキンク全体のエネルギーがこの装置によって賄われているはず。うん、警備が厳重なのもうなずける。一台で全部賄う？絶対に問題が起きるわ。私たちはそれで痛い目にあったのよ。この装置の権限を手に入れられれば、桟橋の端末を操作できる。だから門の周囲に緊急点検に来たって言ったんだよ。後方だけじゃなく前線にも点検が必要な設備があるはずでしょ。なるほど、さすが。適当に言ったのかと思ったよ。行こう、あの兵士に入れてもらえるかどうか聞いてみよう。やあ、こんばんは、兵士さん。お前たちが緊急点検に来た技師か。しばらくあたりをうろついていたようだが、問題は見つかったか？いや、今のところ全て正常だよ。私の予想では問題はエネルギー中枢にある。定期点検をしたいから中に入れてくれない？私はこの設備のイテレーションに参加したことが。ダメだ。護衛隊長の暗号キーがない限り誰もエネルギー中枢に近づいてはならない。大守護者様が来てもダメ？大守護？その手には乗らないぞ。暗号キーがなければ誰も近づいてはならない。やば、この人頭が回るタイプだ。さっき暗号キーって言ったよね。どの隊長に会えばいい？ダン隊長は今休憩中だ。お前たちで探しに行け。隊長が認可すればお前たちを通してやる。ダン？ダン？はあ、早く行って。問題ないよ、後でまた会いに来る。やあ、ダン、久しぶり。あんた護衛隊長になったんだね。セーバル、久しぶりだな。相変わらずキレ元気そうだな。紹介するよ。この人たちは私の助手。からくり工房の仕事を分担して手伝ってくれているんだ。みんな、彼は私の古い知り合いで、ダン隊長。昔は私のバンドのキーボードを担当してて、かなりの腕前だったんだ。ん？この兵士さんもロックをやるの？こんにちは。はじめまして。なあ、こんにちは。なんか変な匂いがするような。サッカレー、お前何日風呂に入ってないんだ？私はシフト交代で、ついさっき。ん？もう一回言ってみろ。報告します。2日入っていません。みっともない。来客の前でよくそんな失礼なことを。すまない、情けない一面を見せてしまった。大丈夫だよ、ダン。そうだ、機会があればまた私と一緒にステージに立つ気はない？今のキーボードも悪くはないんだけどさ、やっぱ舞台でバンドをやってた頃が懐かしいんだよね。昔のことだ、セーバル。俺はもう久しく鍵盤には触れてない。それにこの金庫を一年中見張ってる俺じゃ、もう城内に戻る機会はないかもしれない。少しよそよそしい物言いだったな。それで俺に何の用だ？何も問題がないのなら早く帰った方がいい。ここは安全じゃない。パイプは全て点検したけど問題はなかった。機関エネルギー中枢だけまだ点検してないんだ。あそこの衛兵から聞いたんだけど、暗号キーが必要らしくてね。手伝ってくれない？どうしたの、ダン？すまない、セーバル。ジェパード自衛官に何て言われてここに来たんだ？ん？ああ、
それは姉さん、禁区のエネルギーパイプが故障した。あの役立たずの技師たちでは原因すらわからないってな感じだったかな。じゃあもう一つ、彼はいつ連絡をしたんだ。今朝かな。そう、今朝だよ。今日は市街の巡回を担当してるんだってね。依頼するために私のところに立ち寄ったんだよ。ジェパード長官はさっき前線に戻ってきたばかりだ。俺がもう一度彼に確認しようか。え、待って待って、もう戻ってきてるんだ。嘘でしょ、少し前までは城内にいたのに。セーバル、お前はずっと変わらないな。嘘をつくのが下手だ。連れてきた者たちも工房の助手じゃないんだな。セーバル、手伝いたくないわけではない。だが俺がベロブルグのシルバーメインだということを忘れてはならない。セーバル、お前は先に戻るんだ。このことは誰にも言わない。だがこのよそ者たちはここに残ってもらう。交渉は失敗だ。私があんたたちをここまで連れてきたんだから一緒に戦うよ。この件はベロブルグに関係する、いや世界の運命に関わる。ダン、私たちを通して。セーバル、かつて毎日のようにバンドの練習を共にしたお前ならわかるだろう。俺のロック魂は軍人としての尊厳を守ることだと。セーバル、どうして。ダン、ごめんね、少し眠っていて。ただ一時的に気を失っただけだ、心配ない。頑固なやつ。でも強かったわ。遅延に足りないのはこういう人よ。見つけた、これが暗号キーだ。気づかれないうちに行こう。今気づかれたよ。これは敵襲警報、後方エリア全体のシルバーメインが敵になる。それはまだ先だよ。こんなに早く諦めないで。ここまで来たんだから、たとえ腕が折れても足がもげても性格をこの目で見てみせる。行こう、エネルギー中枢のところに戻ろう。邪魔する奴は目に物を見せてやる。少し時間をちょうだい。誰がこのシステムを設計したの。どうしてこんなに複雑なわけ。緊急消防拡散システム、絶対これじゃない。ダンスフロアロックンロールモード、誰が組み込んだんだ。しかも私の曲を使ってるし。機関桟橋制御端末。見つけた。よし、エネルギーシステムがオンラインになった。桟橋の端末を操作しに行こう。エネルギー供給回復、システムオンライン検証開始。早く早くして。 40% 65 85、はあ、やっと終わった。これで桟橋を操作する権限が手に入ったよ。急いで。よし、進もう。前線に向かおう。大丈夫なのか。弟もそこにいるんだろう。多分ね。鉢合わせないのが一番いいけど、もしあったら話し合いを試みるしかない。彼を説得できる自信はあるのか。自信ね。
3割以下かな。つまりまた武力行使になる可能性があるんだな。うちだっていつも誰かを説得しようとして最後には戦ってるよね。確認したいことがある、セイバル。もし俺たちと弟の意見が割れたら、お前は俺たちの側に立つのか？それはもちろん。お姉さんは有言実行だよ。最後まであんたたちの味方をするって約束したんだから、それを破ることはしない。姉さん、本当に姉さんだったのか？待って、ジェパード、聞いて。保証から報告を受けた時、何かの誤解だと思っていた。侵入者が姉さんを人質にしているのかもしれない。姉さんの侵入とキンクの警報は無関係なのかもしれない。そう思っていた。だが、姉さん、侵入者から離れ、ゆっくりと僕の後ろに来るんだ。姉さんと彼らは違う。ごめん弟、私は彼らの味方をするって決めたんだ。数分間だけちょうだい。数分だけでいいから、ちゃんと説明する。もういい、セイバル。ここがどこなのかよく分かっているはずだろう。ここはランデュー家が最もよく知る場所であり、劣界に抵抗する最前線、ベロブルグの平和を守る中心的な要塞だ。ここにいるシルバーメイン、ここにいる全員がいつでも民たちのために犠牲になる覚悟をしている。ベロブルグのために血を流す準備はいつでもできている。だが姉さんは犯罪者をキンクに連れ込み、僕の仲間を傷つけ、エネルギー中枢を乗っ取った。ここまで来て未だに過ちを認めようとしない。ランドゥの名にふさわしいと思うのか？あんたはどうして私がここにいるかわかる？私たちはカンパを取り除き、劣界を封印する方法を見つけたの。それがこの世界が生き残る最後のチャンスかもしれない。それが本当ならどうして大守護者様に報告しない？どうしてこそこそキンクに入り騒ぎを起こす？あんたにはわからない。私たちが真実に近づくのを阻止しているのはカカリアなんだ。姉さんとそこの3人は直接大守護者様に会っている。あのお方に考えを認められなかったからといって好き勝手にするのか？聞いて、チェパード、劣界の誕生と蔓延は正確に関係がある。幻想者の記録にある隕石、それが正確のことは知っている。姉さんの後ろの罪人たちはそのために来たんだ。大守護者様はすでに真実を教えてくださった。その者たちには別の魂胆がある。幻想者の宝を盗もうとしているんだ。大守護者様は早くから僕に警告されていた。姉さんは奇抜な考えを持ち、禁忌の知識に触れ、ベロブルグに災いを呼び込むと。だが僕は姉さんを信じていた。民に対する忠誠を信じていた。それなのにシルバーメイン整列、彼らを捕らえろ。劣界のモンスターはいつ襲ってくるか分からない。この者たちに割く時間はない。禁忌は真実が隠されているからこそ禁忌なんだ。カカリアは私がそれらの知識を知ること、真実が明るみに出ることを恐れている。世界を救うために私たちは一か八かの賭けに出るしかなかった。もういい、私が言いたいのはそれだけだ。あんたが信じるかどうかは私には関係ない。どうせあんたの姉は昔からわがままだ。嫌いな物事や人には反抗する。決めたことは最後まで突き通す。その説明は裁判官の前でしてくれ。今、受衛官として命令を下す。
シルバーメインの金庫を乱した犯人を捕らえろ。これは子供の頃のお遊びじゃない。姉さん、手加減はしない。砦の故障はまだ直してないんだ。大口を叩かないでよね、弟。はあ、交渉しようとしてもいつも最後には必ず戦いになるってうちは言ったよね。こいつ打たれ強いわ。こんなに手強い相手は初めてよ。なんかどうやっても勝てそうにない感じ。あいつは頑固だからね。討論だろうが喧嘩だろうが決めたことは死んでも譲らない。本当に可愛くない弟なんだから。もういいでしょ、ジェパード。周りを見なさい。立ってるのはあんただけだよ。僕一人だけでも屈服はしない。俺たちは力ずくでお前を制圧しようとは思ってない。そのような服従に意味はないからだ。そうだよ、うちらの目的とあんた、セーバル、ブローニャの目的は同じ。みんなこの世界を守ろうとしてる。それは相互なんじゃないの？敵対する理由なんてないじゃん。ジェパード、弟、ここまで来たんだからそろそろ柔軟性を身につけない？たとえよそ者のお友達を信じられなくても私を信じてよ。あ、もしかしてお姉さんの信用はもうそこを尽きたかな？だったら少なくともブローニャは信じられるでしょ。ブローニャ様。言うべきことは全部言ったからね、弟よ。何をするべきかは自分で決めなさい。私はシルバーメインの自衛官で、大守護者様の命令を遂行するのが責務だ。だがブローニャ様は事実上の前線指揮官だ。軍機では前線の指揮と後方の牽送車の指令が対立した場合、そのまま待機して指示を待つことになっている。シルバーメインにとって大守護者様の命令は至高で絶対だ。だが誓いの中には彼女の指揮と同じくらい重要なものがある。ベロブルグのみんなでしょ。民を失えばシルバーメインも存在意義を失う。烈海のモンスターとの戦いは孫悟のためだ。だが君たちとの戦いは今は何のためかわからない。拡大し続ける災いを本当に止められるのなら、ベロブルグの人々は君たちに恩義を感じるはずだ。もし君たちが真の目的を隠すため嘘に嘘を塗り重ねてブローニャ様と姉さんを利用しているのなら、僕がクリフォトに誓って容赦なく君たちに制裁を加えよう。嘘なんてついてないわよ、保証する。君がゼーレか。いい腕前だった。だがシルバーメインの戦法とは違っていた。信じるかどうかは気にしないけど、この人たちは確かに仮想部でたくさん活躍したわ。大勢の人が保証してくれるわよ。わかった。このまま北に向かうのなら完全に侵食された烈海を越えないと反対側の雪原にはたどり着けない。次の襲撃が来る前にシルバーメインは少しは時間を稼ぐことができる。